俺と集中してないだけ、集中してないだけ、聞いてなかったでしょ。イエローカード2回目で、イエローカード2回目で、イエローカード2回目でもらってない、もらってない、わかりますって、みんなコーゼさんだけですよ。改めてルヴァンカップの優勝についても伺いたいなと思うんですけども、決勝戦の舞台、場所は国立、野津田選手、改めてあの歓喜というのはどうでした？いやもう忘れられないですね、ちょっと、うん、まさか、正直本当に展開的にこの時間帯で同点に追いついて延長に行くんだっていうような気持ちだったんで、うん、はい、まさか本当に追いついてそこから逆転して優勝っていうのが、うん、ちょっとなんかジェットコースターのような気持ちの、はい、ジェットコースターごめんなさい、沈んだところからもうガーって上がってて、今野津田選手一生懸命話をしてくださってたじゃないですか、はい、こちらを向いて柴崎選手ずっと手を振ってました最後聞こえてきたジェットコースターという一言だけ反応されたんですよね、はい、すいません、何も聞いてなかったさっきあんな褒めてくれたのにでも見てる私たちもすごいこう気持ちとしては、もうジェットコースターね、もう無理かな無理かなって思ってる時の最後のあの展開、本当に興奮しました。いや本当にびっくりしました、うん、柴崎選手はいかがでしたか決勝、まあ、1人退場してから、はい、まあ、チャンスはあるかなと思ったんですけど、逆に難しくなるんで、あもう10人にもう下がるから、はいはい、そこで点取るのって結構難しいんですよ。それなのに2点、うん、びっくりしました、はい、しかもあの最後選手の皆さん結構みんな泣かれてたじゃないですか、うん、やっぱり感極まるものがありましたか？僕は全然泣きませんでした本当びっくりするぐらい、本当喜んでるのかなってぐらい全く泣いてないです、この人は。柴崎選手喜んではいらっしゃいました。もちろん、はい、嬉しかったですよ、はい、泣くまではいかないですよ、まだ。クール百戦錬磨の ね、 そうですね、柴崎選手ですし、はい、思うものはあったけども、そう、まだ経験が、ね、まだまだこれから続いていきますから、ね、ということですね、まあ、とりあえず終わって優勝はできたけども、はい、まあ、そこで終わりじゃないよと。あ、まだまだここからだぜ、柴崎選手が涙を流すシーンがいつ訪れるのかっていうのも野津選手ちょっと楽しみですね。いや多分ないです、多分。いや ただ心が死んでるだけです。いや本当に結構心が死んでるだけ。最近涙もろいんですよ。まあ、いや泣いたんですか。いやもうなんかほらドラえもんとか。ドラえもんとか映画とかあれ感動するんですよ。映画ドラえもんで、はい、子供と見に行った時に結構感動するんですよ。そうですか、はい。ドラえもんを見て涙を流す。流してはないんですけど。流してはない。感動したっていう。はい、逆に最後泣いた時っていつですか。泣いた時、うん、あれじゃないですか、夫婦喧嘩した時。めちゃくちゃ弱いじゃないですか。何があったのか。何があったんですか。あ、それは泣いてないです。すみません。あ、泣いてないんですか。泣いてないんです、あ、泣いたのはあのヴェルディにいる時にはい、はい、J2 に降格したんですよ。はい、その時は泣きました。あ、はい、悔し涙ということですね。そうですね、はい、あとスキッペ監督の話、はい、八幡さんが聞きたいと、いうことですけどもね、はい、あの優秀監督賞に、あ、柴崎さん話しても大丈夫ですか。大丈夫ですか。あちらの方見られてたんでスキッペ監督についてちょっと伺えたらと思うんですけど、普段からこう周り見とかないと。そうか、素晴らしい、さすが。中盤やってるんで。そうですよね、職業柄。でも後ろも集中してないだけ。集中してないだけ。そうか、職業病だったんですね、後ろも。まずボールを見ないとしっかり。確かに、ボールを見ないと。ボールだけ見てちゃダメよ。ボールウォッチャーになってはダメだと。いろんな人いるから。拍手じゃない。拍手じゃないですよ。拍手じゃないそうです。ちゃんと集中しないと。ちなみにあのスキッペ監督のこう印象的だった言葉だったり何かありますか。やっぱ言葉はあの川崎戦で負けた0対4で負けるより、うんうん、じゃあ逆だね。1対0-1で4回負けるより、うんうん、4対 0対4で。ごめんなさい、聞いてなかったでしょう、柴崎さん。今日の感じ見て、ね、皆さんも多分思ったら聞いてなかったですよね、監督。知らない人もいるかもしれないんで、ちゃんとそれで結構、はい、みんなショックを受けてたんですけど、その言葉でちょっとふっと軽くなったというか、敗戦のショックがっていうのがあったんで、
やっぱ言葉で沈んでる時に前向きにさせてくれるのがすごい上手な監督なんで、それは何度も救われました。柴崎選手、高校時代も、まあ、国見高校で小嶺監督であったり、まあ、サンフレッチェで森保監督であったり、こう名将にこう指示してといいますか指揮されること多いと思うんですけども、何かこう通じるものってあります？通じるもの、指導者名称の共通点、まあ共通点、俺と、あ、いやいやいや違います。柴崎さんとの共通点で言うと、イエローカード2枚目です。どういうこと、どういうこと、分かりますね、みんな。コーテさんだけですよ、分かんないの。逆にあります、あのスキッペ監督と自分の共通点、名称との共通点、何か感じる部分ありますか？あります、あります、ありますか、はい、何でしょう、どんなところですか？いや、監督、スキッペ監督は結構ポジティブなんで、なんか僕もポジティブになりたい。じゃあ共通点じゃないですね。共通点ではないですね。なりたい。だから負けた時にスキッペ監督あることされるそうですね。よく負けてみんなショック受けた次の日とか、試合後チョコレートとかやたら渡してくるんですよ。これで切り替えろみたいな感じで、一つずつ選手に取らしていくんですよ。え、どんなチョコレートなんですか？一回やばかったですよね、トルコのめちゃくちゃ糖分が多いチョコレートも誰も取んないです。監督から差し出されてるものを取らない選手がいらないですみたいな。天皇杯の負けてしまった次の、オフ分けの練習では、なんかドイツのビスケットみたいなのを俺らと報道陣の人とかにも1枚ずつ配ってました。配って、はい、やはりそういう心配り、気遣いというところももらってない。あら。それはすみません、ね、ごめんなさい。結構みんなもらってたと思うんですけど、限られた選手だけだったかもしれないですね。多分もしくはポジティブで切り替えられてると思うんですが、必要ないって思われたかもしれないですね。そっちですね、なるほど。いや、本当いろんなお話がね、今シーズンスキッベ監督も含めてあったわけですけども、お二人、お二人かぶっていただいてよろしいですか？かぶっていただいてよろしいですか？はいはい、あ、そうなりましたね。はい、あ、もうクリスマス早いですね。そうですね、そう、はい、ちょうちんあんこみたいになってる。ちょうちんあんこみたい、確かに。あ、そうすれば大丈夫ですね。どうですか、柴崎選手、野津田選手は？かわいい。かわいい。従います、構成三段に従う。あ、なるほど、あ、なるほど、野津田選手がソリを引くわけですね。はい、わかりました。高さはなんと15メートル、そしておよそ5万7000個の LED が装飾されています。なるほど、なるほど。そう、ちなみに照明のメインカラーは紫となっているということで、いや、本当にね、近くに新スタジアムも建設中ですから、はい、そうですよ、建設中の街中スタジアム見ることあります？一昨日見に行きました。行かれたんですね、どうでした？あ、ぜひブラサンチェ。告知が。なるほど、うまい、うまい、はい、なるほど、気になりますもん、はい、めっちゃ面白いですよ。どんなところが面白かったですか？僕と今津で行ったんですけど、はい、お、いや、もうあの今津がもうめちゃくちゃ面白い。で、見てくださいぜひ、はい、なるほど、楽しみです。今津選手の面白さも見られる、はい、ではカウントダウンします。え、いよいよですか？いよいよです。お二人のカウントダウンに合わせてですね。あ、私のカウントダウンで、はい、矢田さんのカウントダウン、はい、点灯があると、はい、点灯があります、はい、いきますよ。5秒前、4、3、2、1、点灯、メリークリスマス、すごい、クリスマス、結構わかりますね。はー、すごいですね。赤もあって、そうですね、何かクリスマスの思い出、野津田選手、はい、なんか甘いクリスマスの思い出とか何かありますか？甘いのはないですね。ちっちゃい時にプーさんのぬいぐるみもらったぐらいですね。へー、プーさん、はい、プーさん好きだったんですよ。プーさん好きだった、過去形ですか？過去形です。今は応援しているぐらいですかね、はい、もう今はもう熊だったらフレッチェちゃんが好きなんで。そうか、そうですよね。まあ、なあ、そうですよ、フレッチェちゃんがね、いいプーさんかってなっちゃいますもんね。いきますよ、せーの、はい、チーズ、はい、はい、よろしいですか、もうちょっと松田選手、柴崎選手、あちらにも目線をお願いしますよ、はい、
ますが、来シーズンの抱負伺いましょう。来シーズンの抱負伺って、はい、締めましょう。柴崎選手からお願いします。来シーズン来シーズンも、タイトルを取って、皆さんとまた喜べるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあそして野津田選手、来シーズンは、今年一つタイトルが取れましたけど、はい、より多くのタイトルが取れるように頑張りたいと思いますし、もっともっと、強い姿を皆さんに今年以上強い姿を見せれるように頑張りたいと思います。そして今年高瀬さんに、リーグ戦の試合数の出場数負けてしまったので、はい、勝てるように頑張りたいと思います。なるほど、そこも力強く宣言していただきました。貴重ですよ、このトナカイの角とサンタの帽子かぶった来季の抱負。来シーズンは多分変わってます、立場が。あ、立場が逆転。俺がサンタになって高瀬さんトナカイにさせる。来年も来ていただけるということでよろしいですか。では誘ってください。ありがとうございます。ぜひ誘わせていただきます。柴崎選手ごめんなさい、よろしいですか。来てくださいますか、もしありましたら、はい、多分もうスイッチ切れてます